えー、幼い頃から夫婦仲の悪かった両親が私が社会人なり一人暮社しを始めてから急に仲良くなりました。両親の不仲は私が原因だったのでしょうかえっと不仲じゃなかったんだと思いますよその要はあの娘さんか息子さんかわかんないんですけどあのお子さんから見てるといつも揉めてるように見えるんですけどその。 たまに喧嘩をするという状態が、普通の関係のご夫婦ということだと思うんですよね。今、そのあの全く喧嘩をしない2人が仲がいいっていう考え方の人もいるんですけど、あの人間は別の生き物なので、なんだかんだ言って揉め事トラブルは起こるんですよ。まあ、例えばそのなんかお金が足りないだったりとか、何かその大事なものをぶっ壊したりとか。その必ずトラブル発生してで、そのトラブルが発生した時にお互いに怒鳴り合ったり、怒ったりまあ、手が出たりとかあるわけですよ。 でそういうのがあった上ででも仲直りできるというのがその人間関係が長く続く秘訣だったりするのでなので別にトラブってるような場面だけしか見てないかもしれないですけど仲直りできる2人ということなのであの今までどり仲良くなってるっていうだけの話だと思いますよきっと知らんけど。